皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。統一教会の問題が安倍元首相の件で明らかになりましたけれども、ワシントン・ポストとワシントン・タイムズは違いますということで、これね、あの誤解するような名前をわざとつけてますけれども、ワシントン・ポストがちゃんとした新聞、ちゃんとしたアメリカを代表する日刊誌ですけれども、ワシントン・タイムズは 統一協会の日刊誌ですからね、これすごい巻き出し、一見するとなんかワシントンってついてるだけで、 あ、なんか、アメリカのちゃんとした新聞なのかなと思いがちですけど、ポストの方は、ワシントンポストの方はちゃんとしてますけど、ワシントンタイムズの方は統一協会の日刊誌なので気をつけていただきたいということですね。で、あの、ウィキペディアとかによるとですね、ワシントンタイムズ、科学的根拠のあるものを否定するコラムをいっぱい載せていたりですね、陰謀論を載せていたりと、まあ、要はとんでもな内容をいっぱい載せているで。しかもですね、政治的信条が非常に偏っていて、えー まあ要は、これ、創刊した人がカルト教団で反社の統一教会の総裁なわけですけれども、まあ要はそういう思想を押し付けることを新聞の手を装って、洗脳の一種のツールとして使っているって、しかもワシントン・ポストという素晴らしい新聞の名前を紛らわしく使っているという、こういういやらしいやり方をやっているということですね。なのので皆さんぜひ気をつけていいたただきたいのはワシントントトポストとワシン ワシントントは違いますと、えー、この違いを分かっていない、えー、テレビに出まくっている女性自称国際政治学者が問題になってますけど全然違いますけどワシントン・タイムズの方は統一協会の日刊誌ですので、えー、情報ソースね何でもなんかなんかねそれっぽいとあってそうじゃないですかでも実は違うということで、えー、ワシントン・ポストとワシントン・タイムズは違うということでぜひ覚えておいていただきたいなと思います。